日米安全保障協議委員会沖縄に関する特別行動委員会を沖縄に関する特別行動委員会とは沖縄県の米軍の施設、区域の整理統合、縮小並びに運用方法の調整について検討するためアメリカ合衆国連邦政府と日本国政府との間で1995年11月に設立された機関である。正式名称は 沖縄における施設及び区域に関する特別行動委員会。沖縄日米特別行動委員会、日米特別行動委員会とも。米軍施設の位置を示す沖縄の地図沖縄本島及びその周辺諸島は第二次世界大戦において激烈悲惨な沖縄戦を経て米軍の支配下に置かれ、 サンフランシスコ平和条約による日本の主権回復後もアメリカが主衆国による沖縄統治が続いた。米軍施設は、その間、中華人民共和国の成立や朝鮮戦争などの極東情勢に応じて、重権とブルドーザーとして記憶される幼稚接種などにより、旧日本軍の使用区域を越えて整備されていった。1972年に27年間にわたる、 アメリカ統治が終わり、沖縄が日本に復帰した後も、多くの米軍基地が、日米安全保障条約に基づく提供施設、区域としてそのまま引き継がれた。本土においては、米軍基地の整理縮小が進む一方で、日本の国土面積の1%にも満たない、沖縄県に在日米軍施設、区域の約75%が集中し、住民の生活環境や地域振興に、 大きな影響を及ぼす状況が続いた。度重なる米兵犯罪や基地の騒音、事故への不安により蓄積された沖縄県民の反基地感情は1995年9月に発生した沖縄米兵少女暴行事件によって紛失することとなった。アメリカ側でも在中米軍基地部分変換策実施にもかかわらず、 1990年の知事選で保守系の現職、西目淳二が基地撤去を掲げる革新系の新人、大田正秀に敗れたことが重大視され、沖縄に不可欠な軍事的能力、施設を維持する一方、沖縄の人々の問題関心をいくらか解決するための新たなアプローチを模索していた。他方でクリントン政権においては、 のどんミサイルの死者を行い各開発疑惑が持たれていた朝鮮民主主義人民共和国の動向などを受けた国防計画の見直しにより冷戦終結に伴いブッシュシニア政権が策定した海外兵力削減方針が撤回され朝鮮有事などを見据えて2つの大規模な地域紛争に対応可能な戦力の確保が施行されたこれにより在中米軍基地の存在が 再び重視されるようになっていた。SACO は、これらの基地問題解決や日米地位協定の改善を求める世論並びに、アメリカ側の事情を背景に、1995年11月に、日米両政府によって設置されたものであり、日本の外務省、防衛庁、アメリカの国務省、国防総省、在日米軍が、カウンターパートとなって、米軍基地負担軽減をめぐる、 日米交渉が実施された。これらの取り組みの結果、1996年12月に SACO 最終報告が出され、沖縄米軍基地の約21%に相当する11施設約5000ヘクタールを今後5から12年以内に返還することや、普天間飛行場の返還に伴う代替ヘリポートの建設が合意され、 県道104号超え実弾砲撃演習の廃止や航空騒音の軽減措置、さらに地位協定の見直しなどについて改善を図ることとされた。SACO 最終報告をもって SACO は解散となり、実現に向けての検討は日米安全保障高級事務レベル協議に引き継がれた。1234567.11891011全部。 変換部分変換共同使用解除 SACO 最終報告では、土地の変換、訓練及び運用の方法の調整、騒音軽減イニシアティブの実施、地位協定の運用の改善が明記された。普天間飛行場北部訓練場安波訓練場、銀丸訓練場袖通信所読谷補助、飛行場キャンプ、加えせ那覇通信施設牧港補給地区那覇、 ご案施設住宅統合。ありがとうございます。